走行途中に瞬間的にエンジンが停止してしまうことがあるので、点火プラグを交換したいと思います。この側面を開けてやることで、下の方から点火プラグを交換できそうなので、順番に外していきます。センタースタンドを立てた方がやれそうなので立てます。プッシュリベットは、壊れたりもするので予備を取っておくといいと思います。ちなみに一箇所壊れたので、新しいのに交換します。ここまで開けば、点火プラグ交換できます。ソケットを、はめた場所、まあ、ここが点火プラグですね。はい。この大きさのソケットレンチでも、まあ、なんとか回すことができました。ある程度緩んだら手で回して外します。汚れはついてるようですけど、特に摩耗とかは目視でわかるような感じではないですね。まあ、とりあえず交換します。それでは取り付けていきます。締め付けは手締めの後、トルクレンチを使います。プラグの発光に締め付けトルクが10から12と書いてあったので、一応11に設定して締め付けていきます。交換した後の走行が楽しみですね。はい。締め付けが終わり、ソケットを差し込みます。締め付けに使用したトルクレンチはこちらになります。はい。組み付けた後30キロぐらい、走行したんですが、途中で止まることもなく順調に走ることができました。まあ一回の走行だけでは何とも言えないですが、まあ、点火プラグ交換したことでちょっとエンジンの回転は安定したように思います。燃費も改善されるんじゃないかなとちょっと期待できるかもですね。はい。以上、点火プラグ交換でした。